皆様こんにちは。本日は藤原歌劇団ソプラノの伊藤晴さんをお迎えしたいと思います。伊藤さんよろしくお願いします。どうぞ。はい、バチ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 。こんにちは。皆さんこんにちはソプラノの伊藤晴です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちっちゃい頃からやってたんですか？ピアノはそうです、ちっちゃい時からやっていて大好きだったんですけど、まあ、プロになるような素質はないので、ないのでっていうのがおかしいですけど、まあ、僕もうんって言っちゃいますけど、いやないし、あ、だからなるっていうわけじゃないけど、あの本当にピアノが好きだった、音楽好きだったから、うん、あの憧れてたんです、ピアノの先生に。ああ、そう、はい、お家がなんかそういった、あ、全く誰もいないです、音楽が。じゃあ、まあそのピアノはまあ、習い事の一つとしてやってたような感じなんですか？そうですね。はい、はい。この歌、ね、歌手になりたいって思った瞬間みたいなのって何かありますか？あ、瞬間と言ったら、やっぱり大学4年生の時に、まあ、先生になる子たちなんですけど、一応専攻の楽器を決めて、ファイナルコンサートっていうのを初めてお客さんを入れて、無料ですけどね、あのやるんですよね。それで初めてソロでちゃんとお客さんの前で歌って、なんというかスポットライトを浴びる快感を感じたのがそこですよね。じゃあ実際この舞台でソロを歌って、はい、あ、これだみたいな、これだというか、うん、いいかも、やってみたい、うん、そうですね。昔からでもやっぱり音楽家の方にすごく憧れはあったから、だけどやっぱり好きなピアノではちょっと難しいと。そしたら、あれ、なんか私歌頑張りたいって思ったんですよね。なるほどね、まあ、意外となんかぼんやりとしたきっかけですけどもそれじゃあですね、はい、まあ、クラシック以外で好きな音楽のジャンルって何かありますか？あ、まあ、今はね、もうあんまり聞かないんですけど、私
その地元にいた頃にジャズのライブハウスに勤めてた、うん、勤めてっていうかアルバイトしてて、水曜日は晴れちゃんでだったんですよ。晴れちゃんでなんつってあれです、ま、ピアノを弾く。次の質問いきましょう、はい、休みの日はズバリ何をして過ごしてますか。ですね、自粛の時からハマってるのが、はい、料理なんですね。美味しい野菜とかを近所の方がね、新鮮な採れたてのを持ってきてくださるので、それを使って、だから贅沢な使い方ができまして、だんだんそのじゃがいももたくさん量をもらったりするので、そうすると、まあ、肉じゃがとかはやって、その後どうしようってなった時に、ムサカっていうトルコ料理ご存知ですか。ムサカ、うんうん、いや知らないです。ひき肉と、まあ、じゃがいもをこう敷き詰めてオーブンで焼くんですけど、まあ、そういうのに使ったりして、なんて楽しいんだそれじゃあですね、なんか最近のマイブーム、私の中でちょっと流行ってるみたいな、はい、これ食べ物とか何でもいいんですけども、はい、何かありますか。それもやっぱりその期間から、自粛の期間からブームになってるのが金魚なんですよ。金魚、はい、普通の赤いやつですか。赤も黒も白もいます。卵中と卵中が、卵中、そうです。まあでもだから男性がよく金魚にハマるというのがよく分かりますね。はい、藤原景樹団の歌手にも一 人いるんですけどね。そうだ、一個聞くの忘れた、はい、ね、伊藤晴れってこれ、ね、はい、いい名前ですよね。漢字もいいし、これなんか、はい、ご両親がつけるときに、はい、ね、娘にぜひね、こういったなんていうんですか、どんな時でもね、晴れやかに、ね、まあそうです、大きな理由はそこです、はい、いつも明るい子でいるようにっていうことですね。いいじゃないですか、はい、それじゃあ、これ最後になりますけども、はい、この番組を見ている、オペラファンの皆様に一言お願いします、はい、今こういう時期ですけれども、藤原歌劇団もこう試行錯誤しながら、今までとは違う違うやり方でオペラをやろうと取り組んでいます。それでこの先もまだオペラがねたくさん用意されているので、生の音楽をぜひ感じに、皆さんのそのご都合の許す限りで、はい、ご覧いただけたら本当に嬉しく思います。はい、ありがとうございました。本日は藤原歌劇団ソプラノの伊藤晴さんにお越しいただきました、はい、伊藤さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。では皆さん、またお会いしましょう、はい、さようなら。